今日は新しくなったエディット画面のリプレイスセクションの使い方を解説していくよ。リプレイスセクションは指定した範囲の曲を再生成する機能だよ。画面上で再生成したい範囲を選択して、左下のリプレイスボタンで再生成ができる。ただ新しいリプレイスセクションでは、3種類のモードを選択できるんだ。スマート、クラシック、フィックス。まずはこの3種類の効果を解説するよ。クラシックは今までのリプレイスセクションと同じ。最小2秒、最大120秒の範囲に対応できる。そしてコンテクストを設定できるようになった。これについては後で詳しく説明するね。フィックスは小規模な修正に向いているよ。最小で 0.01 秒の修正にまで対応できる。そして元の曲を強く再現しようとする。修正専用といっていい性能をしているね。スマートは選択範囲の長さに応じて、クラシックとフィックスを自動選択してくれる。ただ逆に言うと勝手に選択されるから、自分で設定する余地がないとも言える。例えば長い範囲でフィックスを使ったり、クラシックでコンテクストを使ったりできなくなるよ。今日の動画でクラシックとフィックスの性能の差を理解できるようになれば、スマートは使わずにクラシックとフィックスを手動で選択した方が良い結果になると思う。それじゃ実際にどんな曲が生成されるか、いくつかの例を聞いていこうか。まずは歌詞を1文字だけ修正する。1秒未満の範囲の修正をしてみるよ。範囲を選択したら、リプレイスリリックをクリック。ニューリリック欄を開いて歌詞を修正するよ。選択範囲が 0.5 秒しかないので、クラシックを選んでも生成はできないね。だからこの場合はフィックスしか選択肢がない。スマートを選んでもフィックスが選択されるよ。リプレイスをクリックして再生成。するとオルタネート画面に結果が表示される。アップデでこの画面は消えなくなったから。視聴はオルタネート画面でするといいね。歌はされたから、されるになった。でも音量がちょっと不自然だったね。フィックスは音量が不自然になりやすい。これは仕様というよりバグっぽい挙動かな。でもエディット画面は音量修正もできる。黒い部分の高さが揃うように修正してみよう。音量は不自然ではなくなった。でも接続部分がちょっと不自然かな。接続する部分も動かせるよ。綺麗に接続できる部分を探してみよう。こんな風に1秒未満の歌詞修正でも、かなり自然に修正が行えるようになった。ポイントは音量調整や接続部分の調整。これをしっかりとやることだね。右下のプラスボタンで横のズーム。左側の矢印ボタンで縦のズームができるから。大きく拡大して黒い波形を見ながら、細かく微調整してもいいと思うよ。音量は黒い部分の高さを合わせれば OK。接続部分は波形が自然な形になるようにする。波形の図形が自然な形でつながれば、音楽的にも自然なつながり方をするよ。次は歌詞1行分の修正をしてみるよ。この曲の場合は5秒強の範囲になった。歌詞は全く違う内容に置き換えてみる。これでリプレイスセクションをしてみよう。歌詞1行をすべて変更した場合は、フィックスとクラシックでかなり挙動が変わったね。フィックスは元の曲を再現する力が強い。だから元の曲と全然違う歌詞にすると、元の曲の歌と新しい歌詞の発音が混ざってめちゃくちゃな歌になってしまうことがあるよ。だから大きな修正をするときはクラシックの方がうまくいく可能性は高い。ただクラシックは元の曲を再現する力が弱く、歌い方やメロディーが変わる可能性も高い。全然違う曲になってしまうこともあるから、クラシックよりフィックスの方が良い場合もある。フィックスとクラシックどちらが良いかは、曲の構造や修正内容によって変わるから、とりあえず両方とも試してみて。
うまくいきそうな方を選ぶといいよ。次はクラシックを選択した時だけ使えるカスタムコンテクストウィンドウを開設するよ。クラシックを選択するとその上側でコンテクスト範囲を指定できるようになる。コンテクスト範囲とは何かというと、どこまでを参照して曲を生成するかってこと。リプレイスセクションで生成される曲は当然元の曲の情報を参照して生成されるけど、その元の曲の情報を参照する範囲をコンテクストで選択できるってことだよ。コンテクスト範囲を変えて曲を生成するとどんな変化が起こるか聞いてみようか。範囲は歌詞1行で歌詞の変更はしない。これでコンテクスト範囲を変えて生成してみよう。コンテクスト範囲を小さくするということは元の曲の学習を減らすってことだから、コンテクストの範囲を減らせば減らすほど元の曲と違う曲になりやすくなる。細かく説明するともっと複雑なんだけど、長くなるから詳細な説明は割愛するよ。逆にコンテクスト範囲を増やしていくと元の曲を再現しやすくなるけど、最大まで広げても元の曲を再現する力はフィックスの効果に比べるとかなり弱いよ。コンテクストを増やす利点はあまりないから、基本的には減らす方向で使った方がいいね。コンテクストを減らす利点は元の曲の影響を減らせること、そして元の曲の影響を減らせるとスタイル欄の変更が機能するようになるよ。通常のリプレイスセクションはスタイル欄を変更してもほとんど効果はないけど、コンテクストの範囲を減らしていくとスタイル欄の効果が強くなっていく。試しにコンテクストを1ビートにした状態でスタイル欄にメールを追加してみようか。コンテクストを減らしてスタイル欄を機能させる、これは面白い使い方ができると思う。元の曲とはかけ離れた曲になるから実用的に使うのはかなり難しいだろうけど、うまく使えれば面白い曲が作れそう。研究する価値はあるかもしれないね。最後にリプレイスセクションの仲間であるクリエイトセクションについて解説するよ。クリエイトセクションは元の曲の範囲より長い曲を生成できるリプレイスセクションだよ。挿入したい場所をスプリットで分割して、分割した場所を選択するとクリエイトセクションの生成画面になるよ。ビートを増やすと空白の範囲が広がる。クリエイトセクションはこの空白の部分に新しい曲を生成する機能だよ。ここでちょっと注目してほしいのは、コンテクストウィンドウが表示されてるのにそれを操作する項目がない。ちょっと UI がおかしくなってるんだ。クリエイトセクションは今日解説してきたリプレイスセクションと同じ設定ができるけど、クリエイトセクションの画面上では設定できない。設定するときはリプレイスセクションの画面を使うよ。画面を戻してコンテクストを1ビートに設定、そしてクリエイトセクションを再度開くとコンテクストの範囲が狭くなったね。現状はこうやって設定するしかない。画面を戻して今度はフィックスに設定する。そうするとコンテクストウィンドウは消えたね。生成される曲もフィックスの性能の曲になる。見かけだけではなく実際に設定が反映されるよ。クリエイトセクションで生成される曲は裏でリプレイスセクションの設定を引き継いでる。これを知らないと変な設定を引き継いじゃって変な曲が生成されることが多くなるよ。ちゃんと設定すればリプレイスセクションと同じ感覚で曲が生成できるようになるね。ということで3回にわたって話してきたエディット画面についての解説はこれで終わり。あまりにも多くの機能が追加されたから解説もかなり長くなってしまったね。特殊な用途にしか使えない機能も多いから全ての使い方を覚える必要はないと思うよ。でも便利に使える機能も多いから使い方を覚える価値はあると思う。それじゃ、またね。